今週は、特集が長袖シャツということで、まあ、夏に着る長袖シャツの、まあ、メリットというか、まあ、良さだったりとか、コンフェクトのスタッフも長袖を、まあ、夏も着る人が多いので、まあ、今回また改めてご提案したいなと思って、まあ、こういう特集と、動画を作ってます。まあ、うちのスタッフはみんな着てるし、逆に長袖派の方が多いイメージですね。雰囲気出ますもんね。そうですね、提案としても真夏も結構長袖は、うん、そうですね、押してるので、まあ、全然着れるし、だからうちだからこそできる特集。そうですね、乾きの速さをやっぱり実感しますね。そうですね、夏で汗かいたりとか、はい、ちょうど昨日スコールに振られたんですけどびしょびしょになったんですけど、はい、30分ぐらい作業してたら乾いてるっていうような、それがやっぱり理念のいいとこであって、うん、夏でも着れる長袖でぴったりな素材かなと思います。なんかもう本当夏で天気いいってなると結構直射日光がすごくて、直接こう照りつけちゃうと逆に体感的に暑いので、自分は割と長袖着て肌隠す、ちゃんとまあ風さえ抜ければむしろ長袖の方が涼しかったりするので、まあ、その辺一回試したりすればなんとなくこう長袖の良さは分かるかな。リネンのシャツ着るときにあんまりこう定番的なああいう40番手クラスの無地の平織りみたいのはあんま着なくて、まあ、あれがちょっと自分の中ではカジュアルな感じはするんで、うちで言ったら80のシャツ、まあ、このワイドストライプとかちょっとまあ生地が変わってるリネンのやつとかが多い。よく着るのはシャツ生地で、まあ、パターンがジャケットのものが結構手元に多くて、まあ、本当に墨分けしやすいのと、まあ、羽織った時に身幅とかもしっかりあるんで、うん、前開きで着てれば結構風の抜けが良くて、そういうシャツジャケット型っていうのは割と重宝してる気はしますね。背中にヨークがないやつとか、うん、まあ、大襟なくて結構襟元が柔らかいやつとか、あとはフランクリーダー あのトリプルウォッシュのジャケット、まあ、リネンじゃないですけど、まあ、あれだけしっかりジャケットの形であれだけ生地薄いのっていうのが他に替えがないので、ジャケットですけど真夏にも着るっていうのはありますね。もちろん半袖と長袖っていう、まあ、分け方と、今長袖シャツに関しては、まあ、通年着るものとして、まあ、着方次第でまあ、アレンジしていくっていう、まあ、自分はそれで、まあ、見て買ってるなっていう感じしますね。